最高だな。助手席の手で若干カクカクっとするね。急に攻撃されたんだろ。空からいきなりロケット弾降ってくるのやばすぎんだよな。やべえよ、何発進んでんだよって話。ああ、今横で作ってんから。マジで。ああ、あのなんか赤いタンクのやつ、そうじゃない、なんかあれ敵違うか、敵のトラックか。敵だったね。やっぱ敵だったな。だいたいああいうの怪しい。うん、どうだろう、このまま近づいちゃっていいのかな。あ、やばいぞ。お、やばいやばい。どこだ。対空、対空が。対空どこだろう。対空の位置が分かんないからきついね、これ。その辺に下ろして。はい。まあ、赤い矢印が、赤いの出てるけど大丈夫だよ。真後ろに、まあ、一応とりあえず降りてやればいい。何してんの。毒ガスが漏れまくっとる。どこかしら。どこかな。ね。ああ、あるわあるわある。あった。これだ。ニュー対空拠点っていうのがある。あ、本当だ。ちょっとじゃあ。引かれた。一般市民に。ああ、そのバディは一般市民じゃなさそうだぞ。本当に。安易敵乗ってんの。はい、どうぞ。およし、超低空で侵入する。これはいいよ。やられた後、やっぱり復活までだるいみたいなのはね、よくないですから。飛ばしてるのは誰だ。パイロット、識別番号を答えろ。まずい。識別番号1123です。 T23、 T23 です。ぶっ壊してください。超低空で侵入する。つまりな、撃てないからな、射角が取れなくて。そういけ。どれだ。敵だらけだ。これ。それ。ナイス。で、俺降りて、もうぶっ飛ばすわ、彼ら。お願いします。スイッチやつ。あ、もう終わった。スプレーボー。保ってなかったわ。あ、ウランがある。オッケー。あ、基本的に対空砲のところにはあるから、ゲットできれば美味しい。美味しいね。で、びっくりマークも拾って。まだなんかいる？いるね。いる。そうね、上取るとき直接つけなきゃな。常にマーキングしないと。そうなんだよ、ちょっと敵の位置が。飛行機があったのか。容赦ない。恐ろしい混乱が本当に攻めてきた。痛い。敵のヘリが来た。敵のヘリ、これちょっと奪いたい。痛い。あ、落ちた。まだ落ちてこない。あ、てか、まあ、そうか、EMP があれば。今以外、兵士を撃ち落とそうと。ああ、落ちてきた。あ、いや、降りてきた。降りてきたっけ。おー、降りてきた。ヘリ、よこせや。あ、ヘリ、落っこっちゃうよ、このままじゃ。もういいや、さよなら。何、避けられた、きれいに。痛い、ずっと撃ってくるわ。さよなら。怒りの。あっち。まだいらっしゃいます。いやー、もういないかな。あ、そう。そのまま行こう、上に。
そりゃやるでしょ。マーキングしたやつから消えていく、はい、回収よろしく。あ、グラップ使えるわ。あ、グラップで行こうれるんだ。うん、前もそうだったよ。多分そうだった。オッケー、スポットするから。あ、多分ここあれじゃね、畑じゃね。畑だね。消し飛ぶんだけど。あ、あれか、もう真上に降りないか。はい、エスパーダを見つけるだって。エスパーダいらっしゃいます。行ってきまーす。あれ、いらっしゃいますか、エスパーダ。降りるしかないのか。あ、でも武器のマークあるね。武器欲しいね。警報装置を破壊しておいて。はい、そこ一番上から入るのが正解だろう。そう、監視カメラがあるか。特殊部隊狙われてたんだ。そう、さっき狙われてた。あのヘリがそうだったのかも。ちょっと高みから畑破壊しとくわ。おー、頼む。ショットガン。警報装置解除。こういう時なんかやっぱ火炎放射と持ってないと焼けないのがちょっと大変ですね。そうですね。まあヘリ2台で飛ばすって言ってもね。エスパーダどこだ。いない。探してるけど。エスパーダってのは容赦ない。一体何が起きてるんだ。エスパーダね、全員倒してんだけど相手。目標クリア当ててた。あ、やばい、ヘリ消えるやつだこれ。オッケー。やめろ、頼む。やばばばばばば、死んじゃう死んじゃう。ナイフ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 。イエーイ。絶対無理。ダニーだ、リベルタードのベビーモントロ。ベビーモントロだと。フィリーのやつ、父親に会いたいんだ。クララが取引したいと。そんな名前クソほどの価値もない。クララガルシアの手下、カルロス・モンテロの娘。頼む、殺すな。容赦ない。言えば殺さないか。ああ、火曜日やれやるだ。ホセが個人で所有してる島だ。満足か。いいえ、でも十分。のおばあちゃんのポートレートなんやろ。こいつは本当だ。伝言を届けてもらう。ホセ・カスティロにまずは奴の副官を一人ずつ殺すって。これは娯楽。そして次にあのタバコ農場にいるアウトキャストを解放するって。これは仲間のため。そして最後にホセの喉をかき切ってやるって。ちょうどここ。これは私のため。メモを取っておくよ。剣が来たとだけ言えばあのチビには伝わる。スク川を間違えたね。パパに会いに行こう。パパ、パパ。あ、超怖えじゃん。いや、最も敵に回しちゃいけないよ。あれ、あれじゃ何ヘリ降りてんの。ヘリなくなったって言ったやろ。なんてこった。な、死体が兵士に見つかったみたいだ。来るぞ。軍隊が追ってくるよ。どこから入ってくるんだろうね。あのね、道はこっちかな。1階か。ああ、そっち降りれるんだ。外にいると思う。ずっと同じこといる。侵入者だ、グレネードを上げる。スープレーバー。何も見えんくなったんだ。ああ、そりゃそうよ。スプレーもお見舞いしてる。あれやん。ま
たよ。毒ガスみたいな持ってるやつがさ、うん、火ついちゃうとここ引火して爆発しちゃうっていう。あ、いった。死神だよ、その移動しながらって引っ込んでくる。逃げてー。吹っ飛んでった。お、ヘリ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 、あれ欲しいね、あれあれ欲しいよ。降りろ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 。横断ガラスかなこれ。そうだな、もう壊れちゃう壊れちゃう壊れちゃう。ダメダメダメ、撃つ気だよ。乗ってるやつ今後ろから撃ってる。いったい踏みつぶされた。この人光りやがった。踏みつぶされたです。踏みつぶされた。さあ、防弾ガラスを撃ち抜ける。やっぱ鉄鋼弾がないとダメだな。うわぁ、行くよ。このヘリは持って帰れるのかっていうところもちょっと疑問だわ。どうだろうね。こっちだよ、急いで。ついてるよ。このヘリも強そうだけどな。うん、まあでも移動遅いからね、絶対最初のやつの方がいいみたいになる。ついてきて、いい？馬だって。行こう。馬、ちゃんと俺の馬も用意された。よろしく頼むよ。行け。馬のいいところは何か知ってるかい？ラジオがないことだ。そういうことさ。急いで逃げるよ。後ろの人がかわいそうだ。うへーって言ってる。おぎゃー、ドッグ。グレネード投げまくってきた。はい、危ない危ない、人に向かって投げてる。おかしいな、これ戦車だって。戦車乗れるの？ EMP やれば乗れるんじゃないかな。あ、やるか。 EMP いいよ、スプレーものから EMP に変えておこう。何もできない、上乗ったけど。上乗ってんのかよ。うん、そう、まだいる。いくよ、 EMP。 うん、スプレーボン。 OK、止まった。いやでも乗っとる、乗ったれ、出てこいや。あ、びっくりした。ちゃんとアディオス。この戦車は利用できない。利用できない。よし、行くぞ。あ、多分これあれだな、砲塔側に俺乗った。砲塔側、こっち。あ、いや、そんなことないな。うん、多分あれか。うん、ミニトリガーとかで蹴るわ。前とかな。めちゃくちゃ旋回遅いんだよ、この戦車。しょうがない。あっちだ。すげえ、戦車最強よ。やっぱ下降りてついていかないとおかしくなっちゃうから、エスパーだなと。この辺から降りれると思う。あいつら急に戦車乗ってきたみたいな。やっぱやっぱ来た。巻いたところが持ってきましたよ。超馬うまいね。こう戦車のこと馬って言うんですか、この世界は。いい馬だな。やば。こんなこんなどこ戦車走ってたらやばいっしょ。サブ武器。あ、旋回機銃がある。標軸か。ハンドブレーキがあるの、戦車に。戦車にハンドブレーキあるんでしょう。アスティ
をめちゃくちゃにしたな。いや今めちゃくちゃにしてる。間違いなく俺たちがめちゃくちゃにしてる。小さなナポレオン、かわいいな。あー、ニワトリたち。あやめろ、しかもそれでちょっと溜まってるような気がするな、スプレーモが。キル扱いになってる。カニたち。今度はカニ。ならリベルタードと組めばいい。パパ。パパ、俺たち戦車めっちゃ乗ってきてるけど大丈夫？パパにまずこれ渡すことによって俺たち信頼を獲得する。そうだね。いい馬だな。こいつは何馬力にあるんだ。ディーゼルエンジンの鬼だよ。だ通れないもの。横幅的に通れないもの。結構加速しても走ってくれるな。下手するとでも馬を引っ込まれてしまうじゃないか。やばいやばいやばい、そうそう、はい、走れ。ちょっと入ってる、ちょっと入ってる。馬にダメージが、そうか、戦車は乗り物として保存できんのかな。いやでも持って帰るみたいな選択肢出なかったからな。さすがに奪うだけなんだろうな。戦車持てたらもうそれゲリラどころじゃなくなってゲリラじゃないんだよな、ほんとに。何のマークだろう、あれ。違う、左側になんかカフェみたいな、パフェみたいなマークある。やっぱ甘いもの、うん、あ、農園だ、モッテロ農園。お、降りた。あ、降りねえと。あー、戦車が。お、馬が暴れてたよ、すごく俺の仮面は。そりゃそうだよ、馬も暴れちゃうから。暴れるわ。ヒーローか、無事でよかった。合流できたんだね、鈴木。マジ怖いからな。問題もあったけど、こいつのことはついてたね。まあ、エスパーだって刀みたいな意味あったもんな。あんま剣なんだね。チョリソン。チョリソンもとうとう食われる時間だ。やべえ。うお、何してんの、パパ。パパ、怖え。やばいやばいやばい。行け。行けパパ。さすが。知ってそれなのだ。いやー。なるほど。どこにいた？偵察に。やべ、超渋いんだけど声が。名前なんか聞いてない。怖い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 。パパマジ怖い。血ついたし。リベルタードの。リベルタードなんて知るか。目隠しはどうした？パパ見て。みんな農民、戦士じゃないの。チョリソーに小さなナポレオンを倒させる気？ああ、チョリソーは関係ないだろう。俺たちが霊を示すことでゲリラが育つ、これからな。だから俺が。お前のどこがゲリラだ。ただの観光客だろ。尻拭いはお前がしろよ、カミラ。おお、チョリソー、ちょっとヘリ持ってくるか。気に入られたね。え？モンテロ農園にようこそ。今ので？チョリソー、デザートが食えなくなるぞ。チョリソー、周りの血飲んでる。やべえだろお前。チョリソーは相当可愛い顔して怖い生き物かもしれない。これ夜な夜な足が生えて徘徊してるんじゃないか。どういうこと？あ、急に TPS になった。あ、ほら、街の中はってことだね。そういうこと？自分の姿がよく見えるよ。後ろのボンベ俺ちょっと改良したのよ。あんなパパだけどよろしく。あ、それ変わってんの。でしょ。ちょっとここになって、確かに。ゲリラのキャンプ施設。ゲリラのキャンプ施設。アップグレード持ってくるよ。早く。アップグレードすると何が起きるんですか。ね、あ、電話だ。クララ、モンテロと接触した。どうだった？なんだ。カルロスには相手にされなかったが。Bluetooth かな。彼の娘とは仲良くなるから。携帯電話出してないけど。彼女が命になりそうだ。
モンテロの考えを理解してその一員になるのよ。じゃあまずはこのキャンプを理解しないとな。少し回ってくる。チョリソー、分かった。ダニー気をつけて。お、いい子はどこだ。チョリソーの仲間だけどね、これね。へえ、まだやめておこう。かわいそうだ。悲しそうにキュンとなく。よう、ゲリラ。よう、ゴリラ。お、ゲリラキャンプ。いろいろできるね。ここに、あれはできないのか？ヘリポートは作れなさそう？なんだこのマークは。あー、でも、これ隠れ家ネットワーク進めた方がいいね。ファストトラベルになってる。でも、偵察隊長のもとからファストトラベルが可能になる。どういうこと？とりあえずじゃあ、あ、もうなにこれ。もうあれだ、これ、ほら、これ、家の中、家の中。ダメね。おるよ、神父とかおるよ。ミン様とか、神父おるよ。どこ？なに、どれ？これか、パートナーアップグレードしますか、はい。隠れ家ネットワークをアップグレードすると、ファストトラベルが。あー、この人のところから。お、何が起きたの？ほら、もうどこにでも金払えばファストトラベルできるよ、違う島まで。ほら、素晴らしい、これ。まんまみーや。ビバビバ。やっべ、ラスアーダペソ。この中に何？元気そうだな、ダニー。ゲームの方に。おパガミンじゃん。何やってるの？そうなんだよ。それがあれだよ。後日実装されるやつだす。何？インタラクト。ああ、慣れちゃうのね。そう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 。これは歴代のボスに慣れちゃう。これはコントローラーなかなか奇抜ですね。コントローラーこれなんかちょっと任天堂も思わせるですね。このコントローラーの形。言うなれば下刺さってのとかそうだけどね、これ。海外のファミコンのやつだよね、これ、スーファミの。そうだね、見た目。上には、そうだね、そのファークライシリーズのシンボルマークがついてるわ。面白い。あはは。あ、忍者引っかかる。ベースボールってこういうスペルなんだ。ベースボール。ベースボール。すげえ、キャンプだね。びっくりマーク。軽快にサイドステップしてる。トレジャーハントだ。トレハン。そろそろ？トレハン2だね、今それ。トレハン2。ああ、ヘリポートあるじゃん。よし。やったー。じゃあ、トレジャーハントの時間と行こうぜ。トレジャーハンツ。こっちに決まってるじゃん。ゴー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 。マーキングアプリーズ。ね、どっちも同じぐらいの距離だからこっちかな。マングースと人間の戦い、そいつは見逃せない。まあ、やっと明るくなりましたね。明るくなってきたね。おお、時間を過ごすっていうか、経過させる方法をいまいち分かってないから。そうなんだよね。まあ、どっかにあったなような気もするね。おい、来た！敵がおるぜ、下に。あのトラックは敵や。さよなら。赤いやつだな、多分。手前のね。バンバティアスパイ。ゲリラって何なんだろうな。知らんな。あそこですね。あ、ちょっと見てみろ。敵いるのか。いや、いないな。別に敵いないわ。おう、じゃあそのまま。トレジャーハンド。着陸します。あ、いや、いるわ。一人いったわ。はい、なくなった。超的確に撃ったわ。お願い、助けて。あ、いいよ、助けてよ。助かってるよ。海賊団の身辺が1。さあ、これだ。ん、あ、これ応援してる。これ、これ、この手前。マングース&マン、アミーゴ、やった、ついに捕まえたぞ。あいつはずっと苦しめられてきた。家を高床式にしてもフェンスを作ってもダメだったが、ついにやってやったぞ。俺の家には力尽がないでくれ。ルイスのところへガソリンを取りに行ってる。完全に決着をつけてやるんだ。あいつはマングースかもしれんが、俺にとっちゃ薄っぺらないイテチ野郎で。アルバだって。はあ。罠が仕掛けられてんじゃない？ここにもなんか光っとる。ここがアルバの家か。
急いで書かれた警告、命が大事ならこの家に近づくな。奴は指でも耳でも届く範囲にあらゆるものに食らいつくマングース。もうヘリで上からパーッと入っちゃったの。まあそうなんだよな。はい、多分これ横にサイドスカットのとこに。ああ、いやでもここ開けられます。ここ開けられます。はい、どうぞ入っていただいて。入っていって、入っていって、壊した。さあ、音じゃわね、マングースがいるらしいんだけど、お邪魔し調べようであって、別に特にあれかな、なんかイベントが発生するんだったらちょっと困るから降りとこう。そうなのよ、消えるからしょうがねえんだけどさ、なんかある。今のところはちょいちょい情報と、あと資源があって、彼の家を調べようだからね。なんか借りていいんだ。あ、マジで。はい、痛い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 。やべ、出て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 。逃げてた、逃げてる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 。すごい。あ、そのマングースの武器の鍵ケース持ってるって。武器ケースの鍵。あ、はい。終わっちまった。マングースに振り回されるのももうおしまいだ。グッバイマングース。鍵はもらうぞ。マングースでもやばいかな。どうやべ、俺の焼夷弾で全部こう燃えてっちゃう。どういうことなんですか。これです。やっとお願いします。もうマングースをリーサルドース。ゆっくりジグゴモネタ多いね。ゴモネタ、モネタはどこで使うんだろうね。わかんない。リーサルドース、かっこいいんだけど。リーサルドース、弾倉サイズ拡張と、この武器をリロードすれば全部の武器はリロードになるから、これ結構普通にいい武器だな。他の武器打ち尽くしたら一回こっちをリロードすると回復すると。 OK、もう一つなんかびっくりマークあるから、またこっから宝いけんか。なんだこれ。それなんなの。お、なんだこれ。偶像を回収するって書いてある。偶像を回収した、お前の何かだな。勝手にいいのかっていうか、ね、これなんかすごいよ、かっこいい。プレミオ、これこれレースだろ。え、なんか被告民みたいな。あ、電話した電話した電話来た。ヤミーか。ほらレースのポスターを見たんだけど。レース来たぞ。やった。うちのレースはゲリラスタイルよ。ゲリラスタイルか。照明弾のチェックポイントを走り抜けてベストタイムを競うの。やってみる。もちろんもちろん。その息よ。あんたのこと気に入った。頑張ってね。普通に貼ってある。ゲリラと背中合わせにいるんだけど。話してくれ。私の代わりにエルビス・カルバーヨと話してくれない。何か手伝ってほしいみたいなんだけど、あの人のコロンが苦手で。感謝するよ。やらたの通り。え、どこでレースの。どこでレース。あ、なんか青いの着てたけど。青いの着てた。あれ、これこれなんか車来てるけど、それ味方の車ってことじゃない。あ、なんか違う、これ多分何かの表示で自分たち車呼んだな、これ。あはん、あはん、あーレースはレースで、なんかどっかにマップ表示されるとか今見てるけど。空気をきれいに。レースどこ。エアドロップって何やこれ。ファストトラベル以外になんかエアドロップって選択肢があるけど、空から飛んでいくみたいなじゃない。へえ、レースどこ。わかんないね。なんかまだ隠れてんのかもね。あ、でもエアドロップってあるね。これでも隠れがアップグレードしたから、各地点の隠れがにもファストトラベルできますね。これはもう最高ですよ。最高です。あ、でエアドロップあれ、ああ首都エスペランサだと、あの対空砲圏圏内だから、ああできないって出る。出たら多分もう消し飛ばされちゃうの俺。なるほどね。レースは、レース何どれ。ちょっと飛び回ればわかるんじゃないですか。飛びますか。飛びつつ探そうか。あー、まあこっちで見てけば、革命ミッション、ヤーラストーリー、トレジャーハントクリア済み。いや、レースねえな。あ、まあ上行っていいよ、危ないから。グラップする。
頭取れちゃうから。オッケー、まだこうだよ。何なんか爆発しちゃう。てかグラップルしてるけどこれ乗れるわけじゃないわ。あれだ、このグラップ戦法だわ。恐ろしいことする。まあいいや、ぶら下がってるから、あんまり振り回さなきゃダメ、死なない。おお。なんでしたの。死んだよ。お主が、お主がすごい。お主まことやばって動きしたまであるね。あ、今俺もう。このまま埋葬まで行ったわ、バカ野郎。埋葬された。面白すぎた今の。あ、俺の視点は見せられねえよ。やばい動きで勝つ。オッケー、もう一個のトレジャーハンターの場所行こう。オッケー、どれだ、あれか。あー、これグラップリングはちょっと良くない。良くない、良くないですね。すっごい、いつものやつだね。すごい、紐にぶら下がって、ひゃーっていう状態のまま、多分切り刻まれた。切り刻まれて、もう切り刻まれた後の動きだった、俺。スローモーションで見たくなるやつだ。右前とかやばいんじゃない？なんかこれ、放置現場。ヘリポートまである。お、見つかってん？この下もなんかある。真下。あるね。武器がある。敵でもいんのか？いや、いなそうだね。どこに降りるのがいいかな？そこでいいんじゃない？後ろにたくさん。なんかもう一つヘリの音してない？もう一つヘリいるわ。空に敵。あ、あ、本当だ。リロード。結構痛い。強ない？なんか落ちろ。落ちたわ。やっぱそれ強いな。あー、安定してるよね。見てみよう。触ってください。ラ・プリンセサの伝説。洞窟を調べよう。洞窟を調べるんだって。真下？この下にあるみたい。真下みたいだ。行こう。この音はもしかしてまた物資を落としたやつかな。あ、いた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 。何？ああ、なんか電気クラゲがいて。毒クラゲでダメージが。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。物資落としたのかな、わかんないわ。ちょっとヘリで見てくるね。おあんま離れるとどこかでしょ。あれか。お、息持つのこれ。オッケー。あ、中入りました。破れた日記の一部。いかがですか。もう何かラプリンセさんの財宝の伝説が俺たちを守ってくれるみたいに言ってんね。あほ、奥にはさらに謎が隠されているらしい。マジで。あ、こっちか。奥にまだクラゲ。謎が隠されている。そっちが刺さないならこっちも殺さない。どうだ、取引成立か。クラゲ気をつけてよマジで。いや、俺行かないもん。あ？あれ？あ、これか。ここにいるのは俺たちだけじゃないようだ、だって。でもなんかこの中入って食料が尽きかけてるみたいな話になってるけど。うお、こっちか。
なんて大きな洞窟だ。よし、魚釣りしてるヘリで。オーケー、ヘリで。おっと、やばい、クラゲ、危ない。あ、クラゲ、あ。よし。クラゲがやばいよ。あそこになんかあんぞ。なかなか、あ、なんか金属が手に入ったぞ。うん、俺が拾った今。まだあるな。マルチナの恋じゃない彼女は体力を消耗しないように眠っている。幽霊なんているわけがない。ラ・プリンセサなんて作り話だ。幽霊なんていないさって。幽霊が随分な。魚釣り、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 傷んじゃってんだよな。なんか道が二つあんだよね。結構遠くまで行ってるね。潜り続けてる。でも財宝があるかもしれない。おいおい、骨がある。死んでるわ。骨死んじゃってるわ。骨骨ロック。すげえ下にいるもん、お主。うん、潜り続けてる。マジかよ、とんでもねえ洞窟だな、ここ。新たな対空拠点を発見した。ナイス。さすがにあれやりに行くと俺自動的に戻されちまうからさ。ブブ、息が。大変、大変だよ。インディージョーンズばりに。予想以上になんか大変そうな場所に行ってるな。はいはい。どこ？まさかそんな大変なところに行ってると思う。また骨がある。骨骨骨。へこんがついた目も。待って、怖いんだけど。バイク見つけた。愛など無意味、憎悪こそ全てだ。パブリート。ラ・プリンセサ、逃亡奴隷だ。そして俺を恐れている。自ら出ると彼女が待ち構えていた。彼女を責めるつもりはない。俺は奴隷狩りだと思ったのだろう。あおう。ラ・プリンセサは上かな。うん、スキャンしただけで持って帰らなくてもいいんだ。何を？あ、宝箱見っけ。ほい、来た。いや、乗り物を持って帰らないといけないのかなって思ってたけど、これがラ・プリンセサだ。スキャンすればご機嫌うるわしゅ。普通にもう呼び出せるようになるっぽいね。直射付きのバイクをスキャンしたよ。チャームゲット。すばら。スリーの餌のチャームだね。これ、うん、いるわ。ほぼ寝た。ラ・プリンセサ。うお、2250アルペソ手に入ってくる。これで最初のところに戻るの。わー、すごいね。でもなんか、今までのトレジャーハントより結構まだわかんない。最初の場所だからなのかな。アクション。うん、楽なのはもう全然、え、どこ、これど、え、みたいな感じのパターン来るじゃん。これどこから、あれあれですか、みたいな。よし、ちょっとね、出るの大変だからファストトラベルさせてもらっていいかな。どうぞ。そのためのファストトラベルだ。いいね、なんかどっから行ってもいいんだもんね、これだって。新顔だな。いいですね。あ、びっくりするよ。なんかアニジャがすごい横にどこやと思ったら、これ TPS だった。やることが多すぎる。またアップグレードできるよ、これ。あー、いや、必要よ、金属とガソリンが、これめっちゃ。そんなに足りないわ。結構金属手に入れたと思ったけど。うん。
火薬また1個手に入れてるから素晴らしい。ちょっと見よう。早いな。何かいいの作れるかい？餌のちゃんもあるよ。違かっただねえ。なんか対ヘリ用の装備欲しいなって思ったけど。ああ、奪い取りたいから。あんまない。ヘリね。このスナイパーライフルだと火力が一人に対しては強いけど乗り物に対してはみたいな、ところもございますし、そうね。これ見た目変えられるのね。言ってたスプレーものめちゃめちゃかっこいいのになった。俺もやはり EMP グレネード投げてあげるから。俺がこれで落ちるでしょ。代わりに俺はあれだな、スプレーもロケットスプレーもにしとくから。あ、いや違う違う、 EMP グレネードはグレネードである。ああ、そういうことね。そういうこと。もう二人で EMP グレネード投げまくれん。確かに。ちゃら EMP、EMP、これか感知だな、これ、ね、粘着 EMP、抗耐久プラスチックが足りねえずら。粘着 EMP？ 粘着 EMP があればくっつけられるってことでしょ。くっつけられるね。飛んでるヘリにくっつけられる。一応魚釣りしたから、さっきの魚を全部プラスチックに変える。来た。粘着グレネードすれば消えるやろ。命令滝中だよ、草の根。やらないでちゃんと。コストかかるね。EMP 近接弾っていうのもあるよ。近づくと EMP を発して付近のビークルやセキュリティ電子柱を停止させる装置。おお、そっちの方がいいじゃん。こっちの方がいいけど、この近接弾これどう使うんだろうな。海賊団の作戦完了。作戦完了？完了した？した。そうか、もう1時間のやつが経ったってこと。経ったということです。なんか成功率低っ。低いよ。失敗するとか失敗するんだろうね、これ。島の村に到着した。民間人偽装に決まっとるやないかい。コストがあるぞこれ。潜入 100% 成功にはコストが発生しております。金属23スタン。装備を新しくしなよ。最大4やばい。ぜひ本物の古墳を味わってくれ。これ以上口が増えてもやしない。お、ごめん近づいたら行ったらこれどうなるんですか。これどうなるんですか。迷ったのか。ねえカルロス、クララや私を信用してないのは分かってる。あの女が送り込んだ他のクズもな。当然ね、ここじゃよそ者だし。その通り。他に用は。小さなナポレオンに土地を奪われて、奴が畑に撒いた毒で仲間が死んだって聞いた。あんたは病気なのに助けを請うより死を選ぶとも。俺そんなこと言ってねえけどなみたいな。やつらが毒を置いてる倉庫を焼き尽くせ。タバコに毒を撒く農業機をぶっ壊せ。
畑に毒をまく連中は殺せ。了解、ボス。絵はがきよこせよ。まあ、ノリ的にはちょっとお使いしてこいよってことだよね、これ。おう、見て、うん、俺のスプレーも。あ、なんか赤いのついてる。なんかぶら下がってる、横に。そう、ぶら下がってる、これ。これで打ち出してんだろうね、いつも。やっぱ。